綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、ということでコメント読みです。これは、3月24日公開のまさかのイーグル出ちゃったわらわらという動画ですね。で、リンさん、これもまたナンバーワンというコメントもらってます。いつもナンバーワンありがとうございます。嬉しい。オーシーさん、オープニングの右のスタッフさんめっちゃ可愛いというコメントですね。あー、あれか、あのグリップの CM、うん、そうですね、ね、ゆきちゃんで、うんうん、ちょっと前にね、あの出てくれてた子、うんうんうん、ちょっと最近はお休みなんだけど、あ、そうなんですね、うん、そう、なんかその後、確かになんかスタッフさんに見えるね、その作ってるし、うんうん、そうですね、視聴者さんもあの言ってくれてますね、ゆきちゃんですよ、うん、はい、次が、マッキードさん、パー4でイーグルは1回しかないな、2打目を見に行ったらグリーンに球がなく、探したらカップにあったって、すごーいちょっとその体験したいな、グリーン探してボールないみたいな、かっこいいですね。しんいちさん、ナイスイーグルからのナイスバーディー、イーグルパットは打ったことあるけど未だないな、山ちゃんの俺もやりたいな、わかるわーっていうコメントいただきました、うん、そう、出せるときに出しとく確かに、ありがとうございますコメント、次がよっちさん、ナイスイーグル、パー3だったとしてもバーディーだからねというコメントいただきました。確かに、うん、そっか、あれは喜んでよかったんですね、うん、嬉しいな。パー3でもね、女子だったとしても、うん、同じぐらいの距離はあったと思ったから、あー、そっか、そうですね、ちょうどパー3ぐらい、100ヤード以上あったもんね、100ヤードぐらい、うん、ありがとうございます。もうちょっと読みたいんですけど、ちょっと打てそうなので1回打ちます。行ってきます。あれですね、イーグルとは言わず、うん、バーディーを、バーディーを取りたいですね。パー5だから次チャンスホールだ。よし、ということで7番ホール450ヤードパー5です。行きましょう。これもちょっと左を狙いたい。あちゃちゃ、このホールはあれですね、あ、ここ一回純ちゃんと回ったことあるんですけど、純ちゃんがここでなんか230ヤードぐらい飛ばしてた気がする、そういう思い出があります。懐かしい。よし、では大変なとこ行っちゃったけど、まあ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 、傾斜から攻めてますね、ずっと。ちょっと待ってね。よし、バンカーかけたいな、本当に。うん、あー落ちましたね。おう、おう、落ちちゃったよ。まあまあ、パー5だから大丈夫です。そうですね、60ミリ超える。102ヤードピッチングで打っていきます。危ない。オッケー、
れちゃった。すごい強気ですね、今日。よかった。はい、ありがとうございます。ダボかな、ダボです。ということで、続き読んでいきます。赤雪、阿部さん、イーグルナイスです。打った瞬間から入るオーラ出てた。おお、ちょっとオーラが出ちゃった。嬉しい、嬉しいの、ありがとうございます。なかなかイーグルトライなんて打てないので、ちょっと嬉しかったです。はい、はい、トールさん、ナイスイーグル、ナイスバーディーでした。特にロングパットが入ってのイーグルは見応えありましたよ。前半お疲れ様でした。後半の動画も楽しみに待ってます、というコメントいただきました。そう、ロングパットだったんですよね。あれは私もちょっと入ってめちゃくちゃびっくりしました。多分一番びっくりしてました、私が。ありがとうございます、いつもコメントを。はい、次がコージさん、ナイスイーグル、ナイスバーディーです。スイングがフィニッシュまでリズムよく、とても綺麗です、というコメントいただきました。ありがとうございます。すごい、みんな、あれですね、皆さんナイスイーグル、ナイスバーディーって褒めてくれて嬉しいですね。この動画は結構コメントが多くて嬉しいです。ありがとうございます。ひろきさん、ナイスイーグル、素晴らしいパットでした。たくさん練習もしている感じが出てますね、というコメントいただきました。ありがとうございます。いやー、これあれなんですよね、実はパットの時に山ちゃんがワンポイントアドバイスをくれまして、大きい、こう、なんだろう、なんかカップだけを見るんじゃなくて、大きいエリアでこう捉えて寄せる感覚で打つといいよって実は言ってくれてて、その感覚で打ったらちょっと入っちゃうっていう、実はミラクルな。そうだね、寄せる感覚なのに入っちゃうっていう、入っちゃうっていう。そう、効果的面でした。で、シルクさん、距離が短いということじゃなくて、スイングに力みがなくて、ゆったり強く打っているように思います。素晴らしいイーグル&バーディーでした。うわー、嬉しい。嬉しいですね、力みないですって、ちょっとすごい嬉しい、テンション上がっちゃう。あー、確かにな、ちょっとこれからもちょっと力まないように打ちたいですね。ありがとうございます、コメント。ということで、ちょっと切りもいいので、ラスト2ホール打っていきます。288ヤードパー4です。はい、綺麗なコースですね、桜がいっぱい。スライスが出ちゃいました。でも多分打てますよね、次大丈夫だと思います。ブリッジに落ちていたので出しました。142ヤードセキュリティで打ってきます。そうだね、なんかちょっとあれだね、変わってきちゃった、ね、バタバタしてる。後半バタついちゃってるな。
なんか試練だったね。ちょっとあれはめったにないからしょうがないです。難しい。大変だ。オッケーです。最終ホールですね。9番ホール337ヤードパー4です。でもさ、黄色い旗打っていけばいいんじゃないの。そしたらさ、スライス右に曲がってもそこまで致命的にならないと思う。なんか広く使いすぎて表に飛んじゃうと、はい、突き抜けちゃうって感じだよね。そうですね。もう球いいね。出球がすごいボンってこう勢いよく、なんか前とちょっと違う、うん、なんか力乗ってる。おー嬉しい。なんかレイアップみたいになっちゃった。よし、ピッチングで打ちます。まあまあ、ちょっと方向が違いましたけど、距離は大丈夫だと思います。ナイス。よし、2パット3-4ボギーです。はい、はい、前半お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあ、ご飯食べて。はい、ご飯もお願いします。お願いします。